イエーイ星。チャップマン漫画飯料理研究部部長のチャップマン尾崎です。今回再現していくのは王道のジブリ飯、謎のブヨブヨ肉を作っていきます。ご家庭でも再現しやすいように簡単なレシピバージョンも紹介していくので、途中で難しい材料が出てきたからって離脱しないで見ていってください。そして動画の最後にちょっとした発表もします。よかったら最後までご覧ください。それでは行ってみましょう。よろしくお願いします。まずはブヨブヨの中のあんを作ります。あちっこの石餅ラーメンを再現した時の残りのタケノコを刻んでいきます。椎茸、エビも刻んでいきます。エビは背ワタを取ってなるべく細かくしていきましょう。ネギの青い部分は後で使うので残しておいてください。3分の1ぐらいをみじん切りにします。玉ねぎは外側の部分をそのまま使います。芯の部分はみじん切りにして加えていきます。豚肉 400g を入れて、鶏ガラの素、ウーシャンフェン、塩コショウ、そして SB さんのネギ生姜、ニンニクミックスを加えて混ぜていきます。少しだけ取ってラップで包み、レンジで加熱して味見をします。ハンバーグとか作る時もこうやって味見をすると失敗しません。ちょっと一味足らない感じだったので、オイスターソースと醤油を足してみました。最終的なレシピは概要欄に書いておきます。作ったお肉のあんを玉ねぎに詰めていきます。これを両方向から挟む形にしていきます。1個ずつラップで包み蒸していきます。蒸し器で蒸すのが理想なんですが、まあ500ワットのレンジで10分ぐらい加熱でも大丈夫です。蒸している間にタレを作っていきます。大きめの鍋を用意して、そこに市販の豚足とネギの青い部分、八角を入れ、シナモン、オールスパイス、ウーシャンフェン、SB、ネギ、生姜、ニンニクミックス、水、日本酒、みりん、醤油を入れていきます。干しタケノコも入ってますが、これは僕のおつまみなので気にしないでください。豚足入れるのが面倒な人はその分ウェイパーとか鶏ガラの素とかを入れてください。それでは肝心のブヨブヨ部分を作っていきます。用意するのは米粉、浮き粉、タピオカ粉、八体粉です。そんなの揃えられないよと思った方もいたかもしれませんが、これ後で使わなくても簡単にできる方法を教えるので、ここで離脱しないでくださいね。計量した粉にほんの少しの砂糖と塩を入れ、水を入れてよく混ぜていきます。よく混ぜたら鍋に移して、弱火で混ぜながら加熱していきます。だん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 生地が重くなっていくので、だいたいお餅見たくなったら火を止めて鍋から出して広げていきます。つきたてのお餅みたいになるんで、これをよく練っていきます。よく練れたら細かく分けてあんを包んでいくってわけですね。蒸し終わったあんは水気を切って一回冷やしておいた方が失敗しません。生地作りですが、鍋だと焦がしてしまいそうで自信がないって人は、そのままレンジで2分加熱、よく混ぜてまたレンジで2分加熱を繰り返して、ちょうどいい硬さになるまでそれを繰り返せばいい感じに作ることができますね。生地を伸ばす時の打ち粉は米粉を使ってください。生地が温かいうちに包まないとうまく包めないので、その辺も注意が必要です。あと打ち粉が多すぎてもうまく包めませんね。そんな難しいことできない、そんな生地の材料揃えられないって人は、まあ大きめのライスペーパーを買ってきて30とか40にして包んであげてください。見た目はあんまりですが、まあ味は結構近くできます。まあむしろそっちの方が美味しいっていう話もありますね。そのまま煮るとくっついちゃうので、耐熱パラフィン紙にごま油を塗って軽く包んでいきます。僕は食撃の相馬の黒木場のカルトッチョの再現で大量購入する羽目になったので持ってますが、普通の家にはないものなので、普通にラップで包んで数箇所タレが中に染みるように用紙で穴を開けて包んでください。しっかりと紐で縛ってタレの中に沈めていきます。タピオカはなかなか火が入らないものなので、3時間ぐらい落とし蓋をして煮ていきましょう。3時間煮たので取り出していきます。白かった生地もいい色に染まってくれました。タレをコーンスターチでつないでとろみをつけ、盛り付けたブヨブヨにかけていきます。千と千尋の神隠しより、食べると豚になる謎のブヨブヨ肉完成です。それではいただきます。これは美味しいです。本当に皮がもっちもちでプルプルですね。味付けの方はもうザ・台湾って感じの、あのウーシャンフェンと八角の味って感じですね。まあ、ルーローハンみたいな味を想像してみてください。
皮が厚すぎて中のあんにまでなかなか届かないのがちょっと難点ですね。これでも食べてるとだいぶボリュームがありそうです。まあこれ普通に食べてれば豚になんだろうって気はしますよね。それではライスペーパーで包んだ方も食べていきます。こっちはもう食べた瞬間に中のあんに届くのでとても一体感があって美味しいですね。これはもう何個でも食えるなって感じがします。本当に家庭で真似するならこれでしょうね。そうこうしてる間に私も豚になってしまったようです。今回の研究結果です。千と千尋の謎のブヨブヨは肉まんの具をタピオカ粉と八太子で作ったお餅で大福みたいにして煮れば作れます。タピオカ粉も八太子もカロリーが高めなので本当に食べ続けたら豚になってしまうかもしれません。そういやタピオカブームの終わった理由ってカロリーだったような気がしますよね。結局ライスペーパーで包むが一番簡単で美味しい再現かもしれません。今回紹介した千と千尋の神隠し、鬼滅の刃に抜かれるまでアニメ映画のトップを走り続けた作品ですね。漫画飯、アニメ飯から独立してジブリ飯ってジャンルがあるくらいですからね。要望があればまたジブリ飯チャレンジするかもしれません。リクエストを出すためにいろいろ見返してみてはいかがでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。2月の後半にまたズボラさんとコラボすることが決定いたしました。今回はズボラさんに僕の町まで来てもらい2人で一緒に作ろうと思います。さあ一体何を作るんでしょうか。俺たちにだってそれぐらいの料理できらー。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイ。